はい、今回の動画は iPhone のサファリで間違って閉じてしまったサイトをすぐにまた開く方法をご紹介したいと思います。で、 iPhone のサファリでサイトを閲覧していて、この右下の、ね、タブのところをタップをして、でまだ、ね、こちらのタブは閉じたくないんだけども、間違って、ね、この右上のバツのところでタブを閉じてしまったといった場合に、もう一度そのサイトを検索をして開いたりだとか、あとお気に入りに入れてあるサイトであればそこから開いてもいいんですけども、実はこの iPhone のタブの画面のところからはですね、間違って閉じてしまったようなタブをですね、もう一度素早く開き直すことができます。それでは早速やってみたいと思うんですけども、画面の右下のですね、タブのマークのところですね、こちらをタップをしてもらって、次に今度は画面の左下のところにあるプラスのマークのところですね、こちらを指で長押しをしてください。はい、そうすると最近閉じたタブという形でサイトの閲覧履歴がですね、表示されますんで、新しいやつはね、下になりますんで、まあ、その開きたいサイトのところをタップをすることによって、間違って閉じてしまったようなですね、サイトをもう一度ね、素早く閲覧することができます。はい、といったことで、今回の動画では iPhone のサファリで間違って閉じてしまったサイトをもう一度素早く表示させる方法をご紹介しましたけども、ちょっとしたことではあるとは思うんですけども、覚えておくと便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。